はようございます。はい、ただいま名神の黒丸パーキング、朝のね6時10分です。はい、さあ昨日はね朝の4時から動いてたんで、まあ今日はねちょっと早めに、早めというかね昨日よりかは遅いですけどね、まあ、朝の6時からスタートしたいと思います。さあ、ではね、はい、別府まで行きたいと思います。まあ、とりあえずね、前回も言いましたけど、ね、まあ、高速と下道と半々で行きたいと思います。とりあえずね、別府までね、714キロ、350キロぐらい走ったらね、まあ下道で走ろうと思います。今回はね山陽道の方行きたいので、まあ名神、新名神とで山陽道と行きたいと思います。さあ今日も一日ね、まあ今日雨降ってますけど気をつけていきましょう。走ってきました。ここはね山陽道の、はい、八幡パーキングかな。はい、八幡。今ね3時間55分ぐらいねかかっているので、ちょっとこの辺で休憩したいと思います。よいしょ。はいと、はいと、まあ、とりあえずね、別府まで残り383キロ。はい。まあ、もうそろそろね、下道降りて、あと下道で行こうかなと思ってます。まあ、とりあえず、ここでね、はい。30分の休憩。はい。休んでいきましょう。いやー。走りました、走りました。さあ、ではね、ちょっと、あと下道を頑張るんで、ちょっと休憩してから頑張ります。では、後ほど。とりあえず30分休憩終わりました。さて、ではね行きましょう。はい、行きましょう。さあもうそろそろね下道走りましょうか。カードを確認しました。有効期限2025年。この辺で降りるとあれかな、かなりね、2号線から離れているんでね、どうしよっかな。まあ、ちょっと考えながらね、降りるところで降りましょう。ありがとうございます。はい、ではね、ちょっとインター入り口までティベット行きます。さあね、やってまいりました、山陽道の本郷。はい、とりあえずねちょっとこっから降りて、あとね2号線で走っていきたいと思います。まあ、あとはねもうちょうど半分ぐらいなんで、で高速とした道がね、はい、ちょうど今ね、お、1080円。はい、1080円。ちょうど半分ぐらいかな。
ね、前ね高速で全校で行った時はね2万1000ぐらい行っとったんで、まあ、ちょうど半分ぐらいケチえたかな。まあ今回はね中市ですけど時間がねなかったんで、まあ、半分だけ高速乗ってきました。まあ、あとはねもう頑張って下道で走りますよ。ね、別府まで。さすがにもうね1万80円使っちゃったんで、まあ、あとはねはいはい、もう高速乗りません。意地でも下道で頑張りますよ。さあもうちょっとで2号線だ。2号線出たらねもうペペッと行っちゃいましょう。さあとりあえず今日のねお昼弁当はありません。はい夜のねお弁当でしか持ってこなかったんで、まあ、夜ね食べたいと思います。さあではね行っちゃいます。はい、もうペペッと行っちゃいましょう。はい、さあ、はい、2回目のね430です。さあ今ねここはね山口県周南市。はい、今ね14時25分、まあ、とりあえず2回目のね430を撮ってから、はい、もうあと1時間かね2時間したら、はい、夕方なんで休んでいきたいと思います。さあここでちょっと30分だけ休憩させてもらいましょう。はい、さあではね、はい、もう30分経ったのでさあ出発しましょう。今ね、はい、2時55分。カードが残っています。はい、まだね215キロあるんでまだまだ頑張っていきましょう。カードを確認しました。有効期限では出発です。よいしょ。さあね下関市までやってきました。あとねもう少しでね、はい、関門トンネルのところまでねやってきました。まあ、とりあえずね休憩は九州入ってから休憩したいと思います。さあ今回はね明るいうちに、はい、関門トンネルを通りたいと思います。まだね別府まで130キロあります。まだまだあります。まあ、とりあえずねまあ、明るいうちにだけトンネル通って、あとはね九州入ってからちょっと4時間の休憩していきたいと思いますよ。さあここ曲がってあとちょろちょろっと行けばね関門大橋に、関門じゃねえわ、関門か関門トンネルですね。関門トンネル、さあ行きましょう。よいしょ、ちょっと入れさせてちょいと入れさせてくれ。よいしょ、ありがとうございます。まあ、前回ねここ、はい、夜中とかね、夜中じゃない、夜やったんでね車少なかったんですけど、今回はね5時、夕方の5時近いんでね結構車がいますね。さあとりあえず260円を出して、もうねポケットに用意してあります。はい、よいしょ。あ、はい、
はい、それね。わあ。はい、と。260円。よいしょ。さあ、トンネル行きましょう。久々にこの時間にトンネル通りますね。昔通った時もこの時間やったかな。もうちょっと明るかったかな。明るいっていうか昼間やったかな。なんですよ。さあ、出口です。出口。 GPS を受信できません。はい、出口です。よいしょ。はい、はい、九州上陸。さあ、あとはね、もう九州入ったんで、あとはコンビニ探してそこで4時間休憩しましょう。あとね、別府まで残り117キロ。はい、まあ、ぼちぼちと行きたいと思います。さあ、ではね、ちょっとコンビニのところまで行きましょう。さあ、走ってきました。はい、ここはね、国道15。ちょっとここのね、コンビニで休まさせてもらおうと思います。よいしょ。さて、ここかな。いや、そっちにしようかな。よいしょ。さあ、とりあえずここでね、ちょっと休まさせてもらいましょう。よいしょ。さあ、ご飯だご飯だ。お腹すいた。あと4時間ね、休んで別府の方までね、行きたいと思います。ちなみにこっからね、72キロ。はい、よいしょ。さあ、まだまだありますけど気をつけていきます。よいしょ。はい、っと。さあ、ご飯食べて休みましょう。ちょっとやばいますね。ちなみにここはどこだ。ここはどこだ。豊前市な、何県、福岡県豊前市。はい、まだまだ、はい、まだまだありますよ。よいしょ。じゃあ、ちょっとね、やわってご飯にしましょう。はい、さあ、ご飯食べていきましょう。いやー、お腹すいた。お腹すきました。さあ、今回はこんな風になっております。はい、じゃじゃーん。はい、はい、こんな感じです。全然聞いてないんでね、わかりません。これ小松菜と揚げのね、はい、何やろう、煮物。あとこれね、じゃがいもと、はい、なんかかかっております。多分ね、前にも食べた青さじおってやつですかね。あとこれ魚の竜田揚げになっております。はい、さあ、食べていきましょう。もうペペッと食べてね、休んじゃいます。まあ、でね、あとはね、夜ね、はい、別府の方まで走っていこうと思います。ではね、
はい、今回はここまでしたいと思います。さああとね、はい、ご飯食べて走ってきます。ではまた。